広島経済大学のメディアビジネス学科4年小林俊介さんら6名の学生たちが制作したドキュメンタリー作品忘れられた魂宮島の被爆死者たちが第36回地方の時代映像祭の市民・学生・自治体部門で入賞を果たしました。この作品はあまり知られていない宮島で亡くなった原爆死者たちにスポットを当てたドキュメンタリーで、被爆70年にあたる去年の7月から撮影を開始し、およそ1年かけて完成させました。子供がね、お母ちゃんのお父を飲ませてもらって、泣きながらギャーギャー、お母さんも死んだような格好してね、あの男の子でしたがね、はい、3日間生きとりました。はい、で3日目はね、目を腫れてね、目を見えんようになったんですよ。はい、で こんなになってね、はい、で母ちゃんって泣くでしょ。あの子がどうなったか思って未だに心配しますね。うん、宮島取材だけでも11回行い、原爆被害について丁寧な取材を重ねてきました。晴れて、まあ、一番苦労したのはやっぱりあのディレクターをやっていたんですけど、自分はそのディレクターとして、まあ、取材対象者の方との間合いといいますか、その間合いですね、やっぱりコミュニケーションがやっぱりうまく取れてなかったら、その取材対象者の方の気分を害してしまったりだとか、まあ、逆にしっかりとコミュニケーションを取ることによって、その、まあ、いい感じに取材、まあ、しっかり話をしてくれたりだとかっていうのがあるんで、やっぱり一番苦労したのはコミュニケーションですかね。はい、若い世代の方が原爆っていう、まあ、悲しい過去をやっぱりもっと後世に伝えていかないといけないので、その私たちが作った作品を見て、まあ、自分たちももっと平和に対するとか戦争はやっちゃいけないっていうことをしっかりと心の中に留めてもらえたらなと思っています。被爆者の方の、まあ、生の声を聞いて、こう作品を作りながら、自分もたくさん勉強することができて、で後輩もそういう作品をゼミとかで作っているので、まあ、後輩にこういう話を、してで今後、まあ、被爆80年90年100年ずっとこういう活動を続けていってくれたらなと思ってます。地方の時代映像祭は11月12日から18日まで大阪府吹田市の関西大学の千里山キャンパスで開催されます。12日にはグランプリなど各賞が発表されるということです。いかに誰でも参加できるっていう企画にするかというところが、まあ、ポイントになるんじゃないかと。やっぱりそういう地域のこれからのまちづくりについて考える意見交換会が安佐南区の沼田公民館で開かれました。会場には地域住民のほか、町おこしに関心のある市民や行政関係者などおよそ40人が集まりました。今回誰でも参加できるちょい足しウォーキングというふうに、この意見交換会は地域振興のアイデアを地区内外から募ろうと NPO 法人沼田まちづくり協議会が企画しました。去年の10月に第1回が開かれ、参加者は沼田地区の課題や魅力について話し合い、お互いに理解を深めてきました。沼田はですね、どんどん人口が増加していますが、本当に特別なものがないんですよ。ただ大学は集大地帯とか、あるし高校も沼田高校、高陵高校ですが、学校を含んだ町づくりも危なかったし、まあ、第5回目となりましたが、その中でもですね、本当に皆さんが共鳴して、これねやってみようと、ボランティアで動いてみようという声出るのを、まあ、ちょっと今期待しているんですが、はい。ではちょっとですね、ここの会の進行役を務めるのは、地域おこしや障害学習を進める NPO 法人広島人大学の学長平尾純平さんです。思いました。
はい、ではこちらのチーム。第5回となるこの日は、5月のサミットで立ち上げた7つのプロジェクトについて、進捗状況や現状の課題などを代表者が発表しました。障害を持っている人たちの、なかなかこのグループのですね、形がまだ定まりません。メンバーがね、これといった塊がまだできません。まあ、一応活動の計画としたらですね、将来、ホタルとか魚が住み、憩い釣りのできる川と、沼田の何がこうお宝があるんじゃろうかと、まあ、調査を、まあ、しましたけど、まあ、いろんなところものすごいあります。じゃあそれをもうちょっとこう絞り込んで、そういうものを10月末まで一応やろうということでございます。発表を聞いた参加者たちは各グループで話し合い、取り組みに対しての意見やアドバイスをまとめて報告します。今回の意見交換会では、目的や活動手段が似ているものは他のグループとコラボしてみてはどうかといった意見なども出ました。沼田まちづくり協議会によると、来年の3月をめどに活動を具体化していきたいということです。次回は10月30日日曜日に開かれます。それで今日はですね、まあ、今までこう地域づくりに頑張ってこられている方にこの企画で触れさせていただくことができているんですけど、もっといろんな若い世代の方に参加していただけるように、何かプロジェクトを少しでも動かしていくことで知ってもらって、いろんな人に参加してもらえるようになったらいいなと思います。もちろんプロジェクトが形になっていくというのは大前提として、まあ、今出ている7つ全てかどうかは別としても、やっぱり2つ3つ、つまりここから生まれたプロジェクトというのができてくるというのが、まあ、1つ目の前提で、もう1つ大事なのはやっぱりこういう自分たちの地域のことは自分たちで関わっていくんだっていう、こういうサミットの在り方自体を来年以降もこう続いていきながら、来年また10プロジェクトが出ました、再来年は5つ出ましたという形で、地域の中いろんな活動が生まれてきては、それをみんなが応援して取り組んでいくという、この仕組み自体をぜひこう今後続けていけたらなというふうに思ってます。おめでとうございます。府中南交流センターで、府中町の老人クラブ八千代会の敬老表彰式が行われました。今年表彰されたのは、90歳卒寿の田中昇さん、80歳三寿中野信子さん、船越久美子さんの3人です。三寿や卒寿を迎えた3人に長寿を祝い、賞状と記念品が贈られました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。表彰状、卒寿田中昇様、おめでとうございます。おめでとうございます。この日は7月、8月、9月生まれ8人の誕生日会も行われました。八千代会では3ヶ月に一度誕生日会を開催しています。他にも日帰り旅行や新年御礼会などを開催して、会員同士の親睦を図っています。誕生会ではカラオケ大会も開かれ、参加者は昼食を食べながら楽しい時間を過ごしました。年取るとやっぱり出て皆さんとおしゃべりすることが私の生きがいで、遊びながら野菜を作りながら暮らしております。今日があると思います。皆さんのおかげです。ありがとうございます。いつまでも若く元気で、何事も積極的に参加して、友達をたくさん作って楽しく生活ができたらいいと思います。それと健康が第一で、出かけることも健康でないと出かけられないから、健康第一にしたいと思います。
気分よくのんびりね、一言やね、イライラせんこう。まあ仕事に出ても、出るところでまあイライラせんこうね。まあ、のんびりしたような格好でね、気分いいのんびりしてね。まあ和歌山に甘くるが、まあそれついていくぐらいのね、若さ持って、今の前生きてるわけです。90になってもね。